こんにちは、新大連メンバーの高橋鈴鹿です。本日はですね、明治大学の学生と面接企画を取っていこうと思います。自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。学生時代はそのお笑いサークルに所属していました。うずうずの岡本と申します。ひろさんチャンネルという YouTube チャンネルをやっていまして、そちらで就活をうまく乗り越える方法の情報を発信していて、春大ありにも参加させていただいてます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。就活の条件はどんな感じですか？まあ、内定がない状態です。始めても何月頃始められたんですか？2021年の2月頃から始めてました。これまで何社ぐらい受けられたんですか？去年40社以上受けてて、今年24、5ぐらい受けてます。どういう業界とかどういう企業を中心に見てたんですか？SIR 系の企業、IT 企業であったり広告系の企業を受けてました。今の悩みとかってありますか？モチベーションがないところですかね。ちょっと違うものにハマってしまっているというか。何にハマってるんですか？ハマってます。なんですね。です。ゼロが楽しいですもんね。成長感すごい実感できます。泣いてないことへの焦りとかはあるんですか？あるっちゃあるんですけど、 YouTube とかお笑い芸人になる友達が多くてですね、そういう道もこう切り開けるんじゃないかっていう根拠ない自信みたいなのがちょっとあって、一応就活をしたいなって思いはあるんですか？就職はしたいな。就職しないと今のところ、まあ、YouTube 登録者も全然180人ぐらいしかいないんで、就職をしなきゃいけないなと思ってます。じゃあ一応面接には受かるようになりたいなっていう気持ちはある？あります。あるんですけど、ここも働かせてくれないんです。うっすらと受からないように分かった感じしますけど。じゃあいろんな他の道も見えてるけど、就職したい、面接には受かるようになりたいっていうところで、今日ぜひ岡本さんとの模擬面接を通してどういうところを改善すべきなのかっていうのを見つけて、今後の就職活動に生かしていただければなと思うので、はい、ちょっと早速模擬面接の方を始めていければなと思います。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では最初に自己紹介からお願いします。はい、大学では4年間お笑いサークルに所属して、こう切磋琢磨、人前でネタをパフォーマンスしておりました。まあ、その中でこう、まあ、チームを組みまして、7人組のチームを組みまして、大学のお笑い学生大会みたいなのがあるんですけど、そこでこう優勝を目指すって取り組みをしたりしてました。そこではまあベスト16であったり結果を残すことができました。また挑戦心旺盛なところがあるので、大学ではこうヒッチハイクをしたりだとか、一人旅をしたり、営業のインターンを去年したりだとか、プログラミングをしたり、こう結構どっちつかずですけど、いろいろ挑戦できた大学生活だったんじゃないかなと思っております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それではですね、いくつかお話伺っていければなというふうに思うんですけれども、はい、学生時代ですね、頑張ってきたことを教えてもらってもいいですか？はい、学生時代頑張ったのは、そのお笑いサークルで の活動です。まあ、2点自分頑張ったなと思っていまして、1点目にその大学、先ほど言ったあの7人組 のコント集団を組みまして、そこでまあ大学のお笑い大会出て、こう優勝を目指す取り組みをしました。まあ、2点目としては、自分自身でこう大学3年時からお笑いのライブをこう主催して、企画運営をこうして、こう100名ぐらい その会場でライブを主催したりっていうのをしてました。っていうのをまあ主にあの2点頑張ったなと思っております。それらの取り組みでこんな成果が出せたなとかってあるんですか？1点目の方に関しては、のろしっていうその大学の学生お笑いの大きい全国から大学が集う大会があって、160組ぐらい参加者がいたんですけど、ベスト16まで行くことができました。2点目のライブ主催の方は、5、6回ほどライブをこう主催させていただいて、延べ300、400人ほどお客様を動員することができたと考えている。それは大学時代それ始めてよかったし、結果として残ったことなんじゃないかなと思ってます。どっちの方がなんか自分的に力を入れて、こう成果につなげるために主体的に取り組んだなって思いますか？ライブを主催した方が、自分はこう、まあ、自分でやりたいと思って発起人として頑張ったことだなと思ってます。そのライブをこう主催したところとか、もうちょっと詳しく教えてもらってもいいですか？はい、そうですね、あの一つメインとしては、自分以外やったことがないライブをしたいなと思っていまして、企画をしました。
例えば M1 であったりキングオブコントみたいなのあると思うんですけど、そうではなくてこうもっとバラエティチックなお笑いライブっていうのをしたいなと思っていて、学生のお笑い芸人だけではなくて明治大学の教授であったり大阪のラッパーの方であったり大食い系の YouTuber の方をこう呼んだりして、うんうん、違ったバックグラウンドの方を呼んでアメトークのような企画をしたりだとか、うんうんうん、こう滑らない話をしたりだとかいろいろバラエティ番組のような企画を一緒にやるっていうことをたライブであったりってのをしました。その中でこうどういうふうな成功するまでに取り組み方をしたとかってありますか？誰もその共感してくれなかったので集客であったりあとはこう演者のオファーであったりっていうところは取り組んだからできたライブなんじゃないかなと思ってます。集客はどんなことをやったんですか？ツイッターであったりっていう SNS を活用したりお笑いライブに興味ある方々はこうフォローして DM を送ったりして活動をしました。今まで就活はどういうふうに進めてきたのか教えてもらえますか？ IT 系の企業であったり広告系の企業っていうのをこう中心に受けていました。何社ぐらい受けてこられたんですか？60社ほど受けました。60社受けてみてこう内定が出てないという状況だと思うんですけど、振り返ってみて何がこう原因で内定出てないかなって思いますか？志望動機の薄さかなと思ってます、うん、実際あれなんですかね、志望度がそんなに高くないから薄くなっちゃうみたいな感じなのか、高いけどうまく伝わらないみたいな感じとかなのか、どういう感じなんですか？去年志望度高くて製品を見に顔認証システムっていう製品を見にこう 羽田空港でやってるって聞いたので、うん、そこまで行ってそこの人たちにインタビューしてどんな感じですかねとか聞いて、うん、こう実際の製品を見に行ったりしたんですけど、あとまあ家電製品屋さんに製品で昔からどんな感じでしたと聞いたんですけど、まあ普通に落ちてしまったとか、折れてる時にそれで落ちると自分結構折れちゃう時があって別の道行きたくなっちゃう時があって、うん、でそのフェーズの時にまた違う企業が入ってくる、違う企業の面接が入ってくると、そこの企業に対してはまたそういう同じぐらいの熱量を持ってできない時があって。今はどうですか就活に対してとか。志望してる企業がめちゃくちゃ大手すぎたんだなとは思ってますね。選ばないようにしようと思っています。大手の子会社だったらいけるだろうと思ってたんですけど、子会社も落ちてしまったんで、でもまだ、まあ、ブラック企業でもいいかなってちょっと思っているところはありますね。じゃあそういう意味だと自分の本当にやりたいこととしてはお笑いであったりだとか YouTube の活動とかっていうのがあるから、仕事はどっちかっていうとサイドの位置づけになってるみたいな。唯一無二になりたい時があって、お笑いをやりたいっていうとかじゃないんですよね。アホなんで、お笑いをやってるとそのお笑いもっと自分より上手い人たちがいて、漫才とかやろうと思ってお笑いサークル入ったんですけど、漫才もっと面白い人がいて、なんでそしたらいつの間にか7人組のコント集団っていう、こっちの方が面白そうだなって思って、もっと面白い人がいた時にそこを超えようとするっていうよりかは違う戦い方で唯一無二になりたくなるってことなんですね。はい、では本日の面接は終了いたします。ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。お疲れ様でした。でした結果はですね、今すぐ合格って感じじゃないなと思ったんですけど、合格に近づく道は結構あるなと思ったんで、いろいろ話しながらフィードバックしていきたいなと思いました。で今回、まあ、面接で思ったのが、そんなに働きたいとあんまり思ってないんだろうなっていうのが伝わってきたんですよ。ぶっちゃけもう今どこでもいいからみたいな、ブラックでもいいから入ろうと思ってますみたいな、あ、うちブラックだと思って応募してきてんのみたいな感じとか、大手の子会社なら受かるかなと思ってダメでしたみたいな、すごいとりあえず働かなきゃいけないし、なんかやることもあれだけど、まあ就活しとかなきゃいけないからみたいな感じで就活してるんだろうなっていうのは伝わってきたんですよ。っていうところは本番では出してないと思うんですよ。出してないと思うんですけど、今までお見送りになってる理由は多分ここだと思います。っていうのをストレートに、別にブラックでもいいと思ってやってますとか直接言ってなくても雰囲気とか話し方とかですごく伝わってきちゃう。だからお見送りになってしまってるんだろうなと思いました。何から始めればいいかっていうと、そもそも就活するのかどうなのかみたいなところを整理するといいんじゃないかなと思ったんですよ。その時に話してて聞いてておっしゃってたのが、面白いと思う人生を生きたいみたいなところが大きいのかなと思ったんですけど、合ってます。なんか自分自身が唯一無二だなとかユニークだなって思いながら生きれる生き方をしたいって思ってるのかなって話してると思ったんですけど、はい、
そう思った時に就職をするというやり方に絞ってそれだけの人間になると面白い人生じゃなくなってしまうんじゃないかっていうのを思いながら就活してるのかなと思ったんですけど、で大手行ったら行ったでじゃあそれはそれで面白いだろうと思うんですよ。いないと思うんで大手に行ける人はそんなにっていう面で就活頑張っていたんです。それです、終わりです、終わりです、終わりです。話としてはなんでよその決めつけられたくないところがあるの あって普通に働いてはみたいなと思うんですけど普通に落ちちゃってるっていうだけなんじゃないかなと思ってますね、うん、自分の生き方とかを貫いているようなユニークな存在とかになりたいなと思って YouTube とかも自分で始めたりとか面白くてやりたいなと思ってやってるんですね、きっとっていう風なところとかで多分ここがあるんじゃないかなと思ったのはストレートに言うことするとやりたいなって思うことに対して本気でコミットしてやりきるみたいなところがそんなになくて壁にぶつかった時に達成する前にポキってなってしまってるところがあるんじゃないかなとかを聞いてて思ってしまって、我々芸人のそのコントとかで面白いことやりたいと思ってやってももっと面白い人がいた時にちょっと別の道に行ったりとか、 YouTube 立ち上げて170人でもその私も言ってるか分かるんですけど本気で伸ばそうと思って命がけでやれば伸ばせる部分って結構あるなと思うんですけどそこまではやりきらないで止まってしまったりだとかっていうのをあるんじゃないかなと思って、で就活も結局起こってることってお笑いで起こったりとか YouTube で起こったことと同じことが今発生してるんじゃないかなっていうのを思ってどうにかしてでも受かろうっていうふうに考えたら受かるためにはこの企業にどういうふうに感じてもらえればいいんだろうかとか多分そういう逆算思考になっていくと思うんですけどその方向性で行動は取らないでまた道変えようかなっていう方向性に行っちゃうんです。ここのまっすぐ進むため突破するにはじゃなくてってことはこっちの道じゃなくてお笑いの方も並行してたらいいのかな、 YouTube の方もいいのかな、でもじゃあどれに絞るんですかって言われたらそれは苦手なんですよね。突破していく、ダサくてもうまくいかなくてもっていうのを惨めな思いしながら続けてって一個一個壁越えていくみたいなところとかをやる前に違うとこ行っちゃってるんで今までっていうのが今の就活が起こってることかなっていうのを話を聞いてて思ったんですね。これが必要なんじゃないかなと思ったのは私は働かなきゃダメとかって別に思ってはいないんですね全然。でも何か一つをあっちもいいかなこっちもいいかなっていうので今ってどこも前に進んでない状態じゃないかなと思うんですね。どこも前に進んでない状態で時間を重ねてって年齢を重ねるとどうなるかっていうとやっぱりそれはすごいリスクでやっぱり若さが一番の価値なので今じゃあ何って言われたもので別に就職じゃなくてもいいんで YouTube だったら YouTube に絞って全力でやっていつまでやってダメだったらその YouTube の道っていうのはなくしてこっちに進もうみたいななんかそういう優先順位を決めて取り組んでって最終的にそこの就活の順番が回ってきたら多分今みたいに志望度が低いっていう伝わり方とかはしなくなっていくんじゃないかなとかは話してて思いました。その通りだなと思います。めっちゃ素直ですね。就活でうまくいかなかった時になんかフィードバックとかって誰かにもらったりとかってしてました？してました、してたんですけど言われると結構きついんで自分の失敗受け入れなくていいのかなってフェーズ今そういうフェーズなだけです。今聞いてみて今後どうしようと思ったか今後どういうふうに動いていこうかなって思ったかっていうのがあったらお願いします。就職活動自分なりに納得できる企業の方を探して、まあ、それに内定一つもらって自分のやりたいことであったり、まあ、全力注ぐというかやっていきたいなと思います。これからも頑張ってください。ありがとうございます。ということで岡本さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。